はい、吉田ストップです。今日はビッグサイトに来ております。この教育関係の今日は展示会でご案内されて、東京書籍さんにご案内されたんですが、このコーナーはこの電機メーカーシャープさんのコーナーです。ちなみに私はシャープさんは株を持っております。その意味で宣伝するわけじゃありませんが、シャープさんの電子黒板がこのコーナーにありました。今日先ほどお聞きした機能を使ってみます。これは読み切るでしょうかね。ちょっと普通の字体と違いますが、まあ、読めるかどうかをそのまま言ってみたいと思います。読めなかったら、まあ、それはそれとして。お聞きが来ました。ここで選択を、はい、こちらこそ、そして、変換をテキスト変換をやってみます。さあどうでしょうか。ちょっと残念ながらですね、その通りには読めなかったようですが、これはまた私の字がですね、これは普通の何ていうんですかね、普通のやつじゃなくて外字なんですよね。それを使ったためにこういう問題が起きたんだろうと思います。まあ、ここで別にシャープさんをカバーするわけじゃありませんが、学校現場でですね、こうした便利な機能がついた電子黒板を作られていただきたいと思います。私は町田市議会で最初に電子黒板の案内をした人間であります。今からもう十数年前のことです。以上です。終わります。